少し運んでいこうかというところでしたが、あの辺りは馬力もある菊池。さあ今度はサンペールです。そして酒井、クロスが入ってくる。ドーグラス、あーっと押し込んだ、古橋です。いきなりまさに電光石火、代表帰りの古橋、先制はヴィッセル神戸。まずここセルジュ・サンピエールの運び出しというのが非常に良かったと思いますし、まあ、このクロスに対して人から離れるところで、これ最後は胸で押し込むんですけれども、やっぱここ面を作った時にボールのスピードだとかっていうものを考えると、インサイドでやると少しボールが浮いてしまうというところあったと思うんですよね、はい。まあ、そこをしっかり胸で抑えたというところ、もう最初の立ち位置がやっぱ素晴らしかったですね。